岩泉港は新潟県村上市にある地方港湾。港湾管理者は新潟県。日本海に面しており、小漁港として機能しているほか、淡島への玄関口となっている。2017年度の発着数は3311隻であった。港湾に隣接して岩泉港直売所が周辺には岩泉港鮮魚センターが設けられ、観光拠点施設となっている。 2016年7月1日より港オアシスに登録されているほか、県により港カードが作成、配布されている。岩泉港周辺は古代から用地となっており、江戸時代には北国海道浜通から出羽海道浜通へと続く道と合わせて宿場町が形成され、多くの漁船や商船が出入りして賑わった。1916年には県主導で 本格的な港湾整備が始められ、昭和初期に一応の完成を見たものの評査のため十分に利用できず、1960年地方公安の指定を受けて幾度もの改修工事が行われた。2020年東京オリンピックの聖火リレーで岩泉港港湾緑地がセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて、 組織委員会は、スポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に、延べ53万5717件の応募があったと発表した。明治期には、新潟、酒田間の定期線、北海道航路の不定期線が寄港地としていた。JR 村上駅をはじめとする、村上市外から予約制乗り合いタクシーの運行がある。ほか、 新潟交通観光バスの路線バスが利用できる。最寄り駅としては他に、岩泉町駅も挙げられるが、3トルほど離れている。ありがとうございます。